皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、体重の管理についてなんですけどもね、最近のその自分のレコーディング画像をね見返したらですね、一番痩せてた時で53キロ台があったんですよ。まあ、そのおかげでですね、先日のその通院ではですね、ヤッスーさんシュッとしましたねって言われたりとかね、褒められたりとかね、血液検査でね、そのコレステロールの数値はね、全てが正常で良好でしてね、そのコレステロールを下げる薬も飲んでないのに、ましてやその特別なね、免疫抑制剤というね、薬をね飲んでいるのにもかかわらずよく頑張ってますとね、いつもその辛口でね、僕をチクチク攻めてくる先生からね、あの褒められる結果をね、こう叩き出したのでね、まあ、そこはほんまにね、良かったと思っております。しかしね、それに至るまでにはね、う曲折がありましたと、以前の動画でもねお伝えしている通りでございます。病気を治さなあかんのにね、その薬でね副作用がですよ、体を蝕んでいってるのでね、心まで病んでしまう寸前までね行ってしまいました。その時はね、僕のねこうパッと見はねそんな風には見えないんですけども、でもそれでもね、なんとか乗り切ってやろうとね試行錯誤を繰り返した結果、安定して今も取り組めているのがですね、食事療法やったんですよ。療法と言ってしまうのはちょっと過言ですけども、実際にその効果が出ているので、改めてね何をしたかというのをねお話しします。もうねずっとね僕の動画を見てくれている人はね、この内容をすでに知ってくれていますけどもね、それは何かと言いますとですね、野菜です。この野菜というキーワードはですね、ずっとね伝え続けていく予定です。とりあえずね、野菜食っときゃなんとかなるんですよとね、強く言いたいんですけども、どうしてもね、ここまで強気に出れない自分がいますので、いつも控えめに表現させてもらってます。ところでね、皆さんね、その最近僕ほどね野菜食べてます？食べてたら絶対に痩せますよ。皆さん、この動画を見終わった後にですね、体重計に乗ってみてください。絶対痩せてるはずです。体重ってね、毎日乗って測って把握してる方がいいんですよ。ほんでもしできるのであればですね、メモしておいてください。体重ってね、体温と一緒でね、自分のその体調管理にもなりますのでね、その体重の増減に対してですね、その今の体の調子がね、良かったり悪かったりとかっていうのもね、ついでにチェックしておいたらね、なお良しです。実際にですね、僕もその体重が減ってるのにもかかわらず、体調が悪かったり良かったりとかね、体重が増えてるのに、増えてしまってるのに良かったり悪かったりとかっていう、その真逆のスコアが出ていることもあるんですよ。そしたらね、その前日のあれがあかんかったんかなとか、良かったんかなとかね、ということをね、振り返ることができますんでね。というように、こういったことをですね、自己分析と言います。自己分析というのはね、自分を探るという作業のことです。よく自己管理とかって言うじゃないですか。自己管理というのはね、その自分の生活や行動をね、こう律してですね、その健康維持とかね、学力向上などをね、しっかり行えるようにすることを言います。なので、自己管理もするんですけども、その中で、その自己分析してね、それで新しく出てきたことを自分の基準にして、それに対して自己管理して、さらに自己分析して、というのを繰り返していくとね、いい方向に向いていきますよね。大事なことですよね、すごいね。これはね、体のことだけじゃなくてですね、仕事とかスポーツとかでもね、趣味でも習い事といったようなね、他のことに対しても当てはまりますよね。僕はね、その病気になるまでね、このことに気づくことができませんでした。情けない。なんと情けないんでしょうね。もっと早くこのことに気づいとったらね、あの頃のあの時のあんなことにならんかったのに、そして今こんなことになってなかったはずやのに、ってね。その頃に戻りたいとつくづく思うようになりました。と、話がそれましたけども、体重ですよね。その体重と向き合って今のところ、順調に続けられてる野菜ばっかり食べてる生活なんですけども、その野菜というのも、いろんな食べ方をね試みました。今でも試みてる途中です。体調によってね、食べ方を変えることもね、してますし、寒い季節やったら、お出汁は入れない、ただの茹で野菜とかね、今みたいに暑い季節やったら、味付けをしない、焼き飯の、野菜多めといった、ほぼほぼ野菜炒めなんですけども、というか、フライパンで野菜を焼いてるだけなんですけどもね。で、ほんで、この2020年になった頃にですね、その年明けて、ほんま1月になった頃からですよ、ずっと続いてるこの僕の口の中の粘膜障害の影響でね、虫歯がすごいひどくなってきましてね、
ね、もうまともにこの食材をね、カハーで噛むことができなくなってしまってますので、そのフードプロセッサーでね、食材を粉々にしたりとか、ブレンダーでペーストにしたりとか、もうすごい時はね、水分と分離させてしまうほどすりおろしてたこともあります。だからまあ最近食べてるその野菜炒めといってもね、ペースト状になっているのもフライパンで焼いてます。そしてそこにタンパク質としてお肉 や魚のペーストをね入れてます。まあでも最近ね、めんどくさいからね、ひき肉を入れたりとか、魚もただそのほぐしただけのやつを入れたりねしてます。ほんでまあそのタンパク質というのはですね、熱を加えるとね、組織と組織の間から、この間あるでしょ、組織と組織の間ね、そこから油分がね分離してね、外にね出ていきます。まあハンバーグでいうところね、肉汁ですわ。ほんでその組織と組織の間の水分も入ってるんですけど、そこが蒸発して組織同士がねピタッとねくっついてしまう状態になって、まあ、固くなってしまうんですよ。で焼くことによってね、その熱反応によって、まあ、水分が失われますよね。でそうすることによって、そのタンパク質に含まれる、まあ、炭素がね、その水分の中にあった酸素と結びつくことができずに、まあ、炭化することで固くなって、焼きすぎると焦げてしまうんです。もうこうなったらね、食べにくいんです。まあ、失敗したな、やりすぎたなとか思うんですけどね。しかしね、その油分っていうのがですね、その水よりもね沸点が高いので、そのまあ水のように蒸発することなく、そのフライパンの、ね、中に、ね、残っているので、タンパク質のお肉や魚でしょ、でその一緒に焼いてる野菜の表面にうまく絡まってくれて、ちょっとねネチャネチャする感じになってね、食べやすくなるんです。そして僕はね、無類の納豆好きなんで、そのお皿の上で、その野菜炒めをね、あの冷ましたところにですね、納豆をねこうぶっかけてですね、それをスプーンですくってね、もぐもぐしながら飲んでます。まあ、お米は少ないんですけど、まあ、その分ね食べ応えがあるので、お腹満たすことがねできます。そしてすごく生姜がいいです。それでもまあお米がめっちゃ欲しいなって思う時にはね、おかゆにしてね、そのお米を膨らましたものをね一緒に混ぜます。まあそれももちろん冷ましてますけどね。あの猫舌やし、あのね、その口の中粘膜生姜が出てただれてるんで、もう熱すぎると余計に食べられへんからね、冷ましたものを入れてます。といった食事を進めていくとですね、まあ無理なくね、体重を管理するようになってからまあ1年以上になるんですけども、まあその1年間としてですね、18キロ痩せることができました。ただ最初はね、味がしません。まあ、そこがデメリットですね。納豆もタレを入れてませんのでね、あの独特な癖にね耐えなければいけません。でもね、安心してください、慣れます。調味料のそのね、塩分とか糖分ってね、吸収が早くてね、その糖分をねエネルギー代謝に使ってしまうとですね、食材の糖質とかっていうのがね体に溜まっていってしまいます。でそうしていくとですね、体の中のインスリンがね追いつかなくなっていって、血液中に塩分、筋肉の周りに糖分が溜まって太ります。もちろん脂肪分も増えます。で体重が増えます。血液中にね塩分が多くなると、体はね塩分濃度を一定に保とうとしてね、その血液中の水分がね増えてね、血圧が上がるんですよ。で血圧が上がるというのは、塩分が増えた血液をね心臓がこう押し出すたびにですね、あの血管壁っていう血管の壁があるんです。内側の血管の壁があるんですけどね、そこがね太っていってしまって、その血管の中がこう狭く狭くなってしまって、そこの中を通っている血液の通りがねすごい悪くなって、心臓からの圧力がね強くなることになるんですよ。そうすると知らず知らずのうちに糖尿病になってしまうんです。これは怖いですよね。そこで役立つのが野菜の食物繊維なんですよ。食物繊維というのはね、以前の動画からもう何回もお伝えしますけども、腸の働きをね活発にしてくれてね、その便のかさを増してくれてね、排便をね促進する他にですね、そのナトリウムとかね、コレステロールなどのね過剰なその栄養素っていうのをね体の外に速やかに出してくれる働きもあるんです。またそんなね、その排便をね良くしてくれるね、そのまあ便秘改善だけではなくですね、高血圧、高脂血症、糖尿病、大腸がんというね、あらゆる生活習慣病に役立つと言われてるんです。その高血圧に対しての管理はですね、まあ、家庭用の血圧計を持ってる人だったらねいいですけども、高脂血症とかね、まあ、糖尿病とか、あの大腸がんっていうのはね、病院に行かなわからんじゃないですか。しかしね、体重ってどうでしょうね。こう家でもね、誰でも簡単に管理できますよね。だからね、体重の管理っていうのはね、メリットしかないんですよ。体重計っていうのはね、まあ、血圧計よりもですね、まあ、どこの家庭にもね、一応は体温計と同じぐらいあると思うんです。だからね、ぜひね、体重の管理をね、始めてみてください。まあ、そんな感じで、今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
はい、そしてね、この動画、コンテンツがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。